はい、皆さんこんにちは。アメリカの12月14日土曜日でございます。日本は12月15日日曜日です。皆様いかが過ごしそうか。今日もハワイ市カリフォルニア州アメリカからお送りいたします。どうぞ付き合いくださいませ。こちらですでございます。さて皆さん、今日もですね、ウィンターミーティングはもう終わりまして、いろんな情報が来ておりますけど、その中のいつの情報をお送りしますけれども、まずドジャーズがですね、カブスからの内野手をね、マイナー契約で取りまして、そしてもちろんマイナー契約で取るということはその人を呼んで、どれだけの力、新しいチームに入ったらまだもしかするとすごい力が出るかもしれないということで、招待客として、客というか招待選手として春季トレーニング呼んで、それでなんかすごいこう光るものがあればまだ使うし、じゃなかったら戻って、ちゃんとAAAとかなんかに行くと思うんですけど、ということでそれもご紹介いたしますので、それからですね、このウィンターミーティング後にまだ答えが必要な質問があるんですね。それはここでご紹介いたします。そしてね、ヘルンデスのね、ドグン、契約がですね、米記者がね、断言してるのよ。いや、本当かいな。何かもう、毎日情報が違ってますので困ってるんですけど、一応その情報もございます。あるんだったら自分にありがたいね。ウェルカムでございますよ。そしてですね、大谷翔平のドジャーズ、新たな大型トレードを、やるの？大型トレード、大谷さんは、よし、見てみようじゃないかって、こうやってゆっくり見ておりますけどね。それからですね、このロバート監督ね、ヘルネズがね、T ・ヘルネンデスを、逃せば、逃がせばですね、非常にがっかりするということをコーチが言ってるんですね。だってね、やっぱりね、現場ではね、ロブ監督はね、あそこ見てるわけだから、大事な時にすごい打ってくれてるので、困ったもんだけど、どうなるかね。それからですね、ドジャーズの鈴木誠也のね、カブスの外野手獲得で、鈴木誠也はどうなるんだろうかって、本人はそうであれば私は映りますよと。もしかすると、道具がドジャーズが取るのかね、鈴木誠也。それも分かりかねませんね。ということで、今日も流れていきたいと思っておりますけど、皆さん、それでは行きましょうか。Ladies and gentlemen, from United States of America, Hollywood, California, Universal Studio, Mr. Shohei Ohtani, from Hanamaki Higashi Koko High School, Iwate Prefecture, Japan. いいですね。Japan ということでございますけどね。今日参りましょう。今日はね、この人からちょっと行きましょうね。はい、この方がですね、マイナー契約ね、31歳なんだね。大谷さんと近いですね、当時にはね。421試合をもやってるそうでございますけどね。カブスから取りました。名前がボートっていうんだね。ボートしてないだろうね、またこれボート、これボートさんね。一応ね、大谷さんとか鈴木誠也、大谷さんとか、他の人と違ってね、例えば右投げ左打ちではないんですよね。だけどこれ内野とかサードベースというになってるんですけど、バッティングが右、それからヒッティングですね、このトローイングね、トローイングも右、5インチ11ということで、205ポンドということで言われてますけど、デビッド・ボーテさん、ボーテしないでよ、ドジャースに来たら頑張るぞということで、すでに取っているようでは、ちょっと簡単な情報だけありますから、置きましょう。はい、俺。ドグン31歳内野手とマイナー契約、選手層に貢献、通算421試合出場の守備職人、補強着々。守備職人。ボートとマイナー契約、スプリングトレーニングは招待選手で参加。ドジャースがデビッド・ボート内野手とマイナー契約を結んだと14日、日本時間15日、米最大の移籍情報サイト、トレードルーマーズが報じた。米スポーツ専門メディア、ジアスレチックのドジャース版を務めるファビアン・アルダヤ記者によると、スプリングトレーニングには招待選手として参加するという。まあね、
下の方からでも招待されてきて、それですごい光るものがあればね、まあこれやってくれるということでございます。じゃあ、まあ、とにかくこれがね今日の情報でございますので、まあなかなかね思うようにいかない部分あるけど、まあ今日の情報ということでいきましょうか。あとは、はい、それからですね、最近皆さんもご存知だと思うんですけど、私はこのコーナーで朝にはですね、MLB のですねヘッドラインをやらせていただいております。チャンネルはねアレックスメモンというチャンネルで、まあ皆さんにも送ってはいますけども、ただしその長くない3分以内のものでございます、出してます。じゃあそれもちょっとね、こちらでももちろんメインで紹介しておりますけど、じゃあ行きましょうか。まずはねこの辺から、はい、行きましょうか。それではレディーズ&ジョーメン、はい、どうぞ。今日のヘッドライン、ヘッドライントデイ、はい、今日のヘッドライン、ヘッドライントデイと、こういうふうにねやってほしいんだな。まあこの声ちょっと入れてからやりたいんですけど、まずはこのヘッドラインからでございますから行きましょうか。はい、ヘッドライン、はい、どうぞ。大谷翔平の日本ハム時代のユニ1000万円で落札、お宝がまた高騰、2017年着用。1000万、日本ハム時代の2017年に着用したユニフォームが落札された、うん、ドジャースの大谷翔平投手が日本ハム時代に着用したユニフォームが65,007ドル60セント約1000万円で落札された。おお、いやしかしすごいもんだね、大谷さんの人気はやっぱり今からじゃないとね。はい、続きましてデコピンがどうした、デコピン、はい、続きましてこちらも行きましょう。はい、大谷翔平は喜ばれていたマミコ夫人&デコピンの顔入りお皿、担当者明かす贈呈の裏側、うん、コナミとの打ち合わせで特注グッズをプレゼントしたという。ドジャース大谷翔平投手は6日日本時間7日 SNS に愛犬デコピンの写真を投稿した。はい、ということでございます。ヘッドラインなのでね、あんまり長くはちょっとできないので申し訳ないんですけど、続きましてこれとタイガーズにいた日本のね、大阪のタイガーズですか、それでなんかね今かなんかコーチをやってるというか、はい、わずか 2HR で阪神対談から8年引退した39歳の今、託される再開球団の再建、元阪神内野手のマット・ヘイグ氏が来季からパイレーツの打撃コーチを務める。すごいね、パイレーツすごいですね。はい、行きましょう。次はこれまたすごいね、ピッチャーのマイクル・グローブね、えなんかプロポーズしたようでございますけどね。土偶右腕の新妻は元ソフト選手活躍支えた美女、うん、MLB には少なくないアスリート妻、プロポーズ成功のグローブ、お相手は元ソフト選手。ドジャースのマイケル・グローブ投手は7日日本時間8日に SNS でプロポーズに成功したことを報告した、うん、お相手はメーシー・オムリさんで、スポーツは万能、うん、学生時代にはソフトボール選手として活躍した。はい、ということでマイクル・グローブ、はい、おめでとうございます。それはうまい具合にねプロポーズしましたということでございますけどね。続きましてこの人はね、大谷さんのフレンドでございますね。え、怪我してしまいまして、大谷さんはあれをちょっと怪我してしまいまして、あれだ時にもうサンダバルね、え、これはすごいことだったんですけど、まあ行きましょう。何でしょうか。はい、どうぞ。大谷との対戦で負傷え軍放出で無職になった28歳再契約の可能性も左腕に浮上した新候補、サンドバルにフィリーズが興味と米報道、エンゼルスからノンテンダー FA となったパトリック・サンドバル投手にフィリーズが興味を示していると、10日日本時間11日米スポーツ専門誌スポーツイラストレーテッドの記者でもあるトム・ベルドゥッチ氏が報じた。うん、いやいや見たいね、大谷さんのところでもこれ取ればいいのに、ドジャースがね。それこそ、はい、最後になりましたけど、有名なイチローさん、残りはイチローしただ一人、明らかになった19分の19251勝、左腕は脱落、うん、快挙へまた前進、うん、イチロー氏の殿堂入り投票の途中経過、2025年の米国野球殿堂入り候補者に上がっているイチロー氏は、うん、2019年マリアノリベラ氏以来
史上2人目の満票選出となるかに注目が集まっている。うん、なるべきだよ。おたにあのやっぱりね、イチローさんはもうものすごい活躍されましたからね。いやいや、なるべきだと思いますよ、私も。まあ、あのみんなで見守っていきたいと思います。さて、今日のヘッドラインが終わりということでございます。今度はですね、ヘッドラインが終わった途端に、まあ、これ全部飛ばしますんで、じゃあ話題トピックスいきましょう。はい、トピックス、まずこのトピックスでございます。ウィンターミーティング後ということで、後の話でございます。じゃあ行きましょう。はい、どうぞ。ウィンターミーティング後にまだ答えが必要な質問、注目すべき大きなストーリーラインがあり、市場にはまだ大物フリーエージェントが残っており、ビッグトレードの可能性もあります。うん、2024年のウィンターミーティングがダラスで盛大に幕を開け、メッツが日曜日の夜に史上最高額の15年7億6500万ドルの契約でファンソトを獲得しました。うん、その後マックス・フリードがヤンキースと歴史的な契約を結び、ギャレット・クロシェがレッドソックスに加入する大規模なトレードを含む、さらにいくつかの大きな取引が続きました。うん、しかし落ち着いてくると、いくつかの重要なホットストーブの質問が未解決のまま残ります。うん、ウィンターミーティングから出てきたオフシーズンの状況をまとめました。うん、注目すべきストーリーライン、市場に残っている注目のフリーエージェント、そしてトレード候補となる選手たちを強調しています。はい、ボードに残っているトップフリーエージェントは誰ですか？すでにいくつかの重要な契約が成立したものの、フリーエージェント市場には依然として多くの才能が残っており、オフシーズンの初めに MLB.com のシニアレポーターであるマーク・ファインサンドによるトップ25フリーエージェントランキングの中で15人の選手がまだ利用可能です。うん、それには2021年ナショナルリーグサイヤング賞受賞者コービン・バーンズも含まれており、はい、ブレイク・スネルがドジャースと契約し、フリードがヤンキースに加入した後、彼はフリーエージェントの先発投手の中で少なくとも MLB 経験者の中で唯一のエリート層に立っています。うんうんうん、日本の天才佐々木朗希も利用可能で、千葉ロッテマリーンズからポスティングされましたが、2025年の国際アマチュア契約期間が1月15日に始まるまでチームを選ぶことはないと予想されています。国際アマチュア契約ボーナスの制限により、23歳の右腕投手が求められる契約の規模が制限されているため、MLB 全チームが彼を狙うのも驚きではありません。うんうんうん、他の注目すべきフリーエージェントの先発投手には、ジャック・フラハティ、ショーン・マネア、うんうん、ウォーカー・ビューラー、ホセ・キンタナ、ニック・ピベッタ、ジャスティン・バーランダー、マックス・シャーザー、チャーリー・モートンが含まれます。ソトと遊撃手ウィリー・アダメスが去ったにもかかわらず、残っているフリーエージェントのポジションプレイヤーのグループも同様に充実しています。うん、まだ利用可能なのは三塁手アレックス・ブレグマン、三塁手ピート・アロンソとクリスチャン・ウォーカー、一塁手テオスカー・ヘルナンデス、アンソニー・サンタンダー、ジュリクソン・プロファー、内野手ハソン・キムとグレーバー・トーレスなど多くの選手たちです。救援が必要なクラブもタナー・スコット、ジェフ・ホフマン、カービー・イエーツ、デビッド・ロバートソン、ケンリー・ジャンセ。注目すべき主要なストーリーラインは何ですか？1、取引市場が活気づいている多くのスター選手に関する噂が飛び交う中、トレード市場はフリーエージェント市場と同じくらい、いやそれ以上に興味深いかもしれません。アストロズのカイル・タッカーのトレードの可能性がウィンターミーティングで話題になり、フェインサンドによると、この外野手はトレードされる可能性が高いとのことです。フェインサンドによると、カブスが有力候補と見られていますが、ヤンキース、ジャイアンツ、フィリーズも来オフシーズンにフリーエージェントになるサンドのオールスター選手と関係があるとされています。カブスとヤンキースの話題ですが、報道によるとコディ・ベリンジャーをブロンクスに送るトレードについて話し合いが行われているようです。しかし MLB ネットワークのインサイダーであるジョン・ヘイマンは、
ベリンジャーのトレードにおいて各チームがどれだけの金額を負担するべきかについて意見の相違があると指摘しています。ベリンジャーは2025年に2750万ドルを稼ぎ、2026年には2500万ドルの選手オプション、500万ドルのバイアウトがあります。ノーラン・アレなども取引候補の一人であり、カーディナルスの野球運営部長ジョン・モゼリアックは彼をトレードするつもりだと述べています。アレナドは契約に残っている3年間で7400万ドル、そのうち1000万ドルはロッキーズが支払うを残しております。佐々木の抽選が始まっています。彼が決断を下すのは2025年の国際アマチュア契約期間が1月15日に始まるまで待たれると予想されていますが、佐々木のフリーエージェントプロセスはすでに進行中です。メジャーリーグ全体のチームが100マイルに達する速球、破壊的なスプリッター、そして進化するスライダーを持つ23歳の若手投手に最高のアピールをしようと列をなしています。彼は世界で最も才能ある若手投手の一人と広く見なされています。2024年に若干の下降があったにもかかわらず、結果は彼の投球と同じくらい印象的でした。マリーンズでの4シーズンで彼は414/2イニングで524奪三振、91/4球、 2.02 の防御率を記録しています。典型的な MLB フリーエージェントとは異なり、佐々木サロドリ時期の争奪戦ではお金が主要な要素になるとは考えられていません。それは少なくとも25歳以上でなく、メジャーリーグベースボールに認められた外国リーグで最低6シーズンプロとしてプレーしていない外国出身の選手は国際ボーナスプールの制限を受けるためです。佐々木選手も今そのカテゴリーに該当しており、2017年の大谷翔平選手と同じです。大谷はその年の12月にエンゼルスと231万5000ドルのサインボーナスに合意しました。これらの制限により佐々木は幅広い球根者から注目を集めると予想されており、その中には通常オープンマーケットで彼のようなフリーエージェントの入札に関与しないような人々も含まれています。佐々木は1月23日までに契約を結ばなければなりません、そうでなければ彼は2025年シーズンに千葉ロッテに戻ることになります。まあ戻るってことまずないでしょうけど、まあね、先ほど話が出てます。アレナド、これなど、アレナドさんはやっぱりね来てほしいなと思いますし、佐々木はドジャーズに行くだろうということで、佐々木さんはねドジャーズに行くと思います。はい、続きましてはじゃあどん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 参りますよ皆さん。はい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 、次はこれ、テオスカ・ヘルネンデス、ヘルネンデス、テオスカ・ヘルネンデスさんはね、まあ来てほしいなと。 FA の駆け引きはよくある。T ヘルナンデスのド軍祭契約を米敏腕記者が確信、確信、強打者ルッカー&アレナード獲得の可能性を否定。おう、MLB ウィンターミーティングはダラスで終了したが、テオスカー・ヘルナンデスは依然としてフリーエージェント FA 市場に名を連ね、去就が注目される。ソトが獲得できなくなった後、ロサンゼルスドジャースと再契約するかどうかについて多くの憶測が飛び交っていると現地12日地元メディアドッチャーブルーが報じた、同メディアはポッドキャスト番組ファウルテリトリーによれば、ドジャースがオークランドアスレティックスのブレント・ルッカーとセントルイス・カーディナルスのノーラン・アレナードをトレードで獲得する可能性について質問されたとき、ザ・アスレチックの敏腕記者ケン・ローゼンタール氏はそれらの可能性を否定し、ヘルナンデスが再契約すると確信していると述べた。そうなの、やってほしいね。またローゼンタール氏はまずルッカーはトレードされない、アスレティックスのデビッド・フォースト GM がそれを明確に否定している。アレナードについてはドジャースが獲得するとは思えない、
三塁にはマックス・マンシーがいるし、うん、彼らにはラインナップに右打者をもう一人加える別の方法がある、うんうん、それは外野手でテオが戻ってくることを確信している。おフリーエージェントの駆け引きはよくあることだが、最終的には彼はドジャースと再契約するだろう。左打者のマイケル・コンフォートを獲得したことも、うん、この見通しには影響しないと見解を示した、うん、ウィンターミーティング前にはドジャースとヘルナンデスは合意に至る可能性が報じられていた。ヘルナンデスはファンに愛されドジャースに残りたいという意向を公言している、うん、ドッジャーブルーはフロントは契約条件を超過したくないようだが、ドジャースは外野手だけでなくヘルナンデスのような右打者を必要としていると指摘する。今後の動向に注目したい。あーまあね、そういうことでございます。でもね、今までいろんな話聞いてるとなんかもうやっぱりね合わないのかな、値段があれだなこれだなってせっかくね泣きながらお願い伝えたけれども、後払い契約はダメだとかね言っておっしゃったんだけど、前は後払いしてましたけどね、まあそれでまたその光がちょっと出てきたのかなと思いますけどね。でまあとにかく手を使いながらぜひ欲しいですね。はい、ということでございます。続きましてこの方、あの方、じゃあ参りましょう。はい、排除すべきではない大谷翔平のドジャース、新たな大型トレードを敢行。え、米メディア、うん、大きな動きを。大谷翔平選手が所属するロサンゼルスドジャースは今オフフリーエージェント FAとなっていたブレイクスネル投手を獲得し、うん、投手陣の補強を図った。確かに次は野手を補強するために大型トレードに踏み切る可能性がある、うん、米メディアスポーティングニュースのパトリック・マカボイ記者が言及した。 FA 市場が活発な動きを見せる一方、トレードはほとんど成立していない、うん、今オフのトレード市場ではセントルイスカージナルスのノーラン・アレナド内野手の動向が最も注目を集めている、うん、カージナルスはアレナドの放出を検討しており、うん、代理人にもトレードを進める許可を与えている。おアレナド自身は優勝を狙える球団への移籍を希望しており、うん、ワールドシリーズを制覇したドジャースが第一希望だと言われている。いいじゃない。注目を集めるアレナドの動向についてマカボイ氏は、ドジャースは大きな動きを見せるのだろうか。現時点ではドジャースの歴史を考える限り、どの可能性も排除すべきではないと言及した。まあね、排除はできないんですけど、あれなどこれなどおいでよね、ぜひ来てほしいんですけどね。さっきの話ではもうちょっと無理だと、今度ここではあります。だから、ね、皆さんね、いろんな30球団があって、それぞれのね、書く、やっぱりね、記事書く人がいっぱいいるんですよ、ライターがね。で、日本でもいろんなライターがあって、日本の情報、アメリカの情報、まあいろいろね、それなりに伝えているんですけども、まあとにかく我々としては来てほしいなということでございます。それでは参りましょうか。次はこの方でございます。この方、あの方。テレヘネテヨスカヘルナンデス、はい、行きましょう。 T ヘルナンデス逃せば非常にがっかり、決まらぬ契約、ド軍指揮官が期待する未来、うん、ロバーツ監督は T ヘルナンデスとの再契約に期待。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は FA となっているテオスカー・ヘルナンデス外野手の去就が注目される中、ウィンターミーティングでは再契約に期待を込めた。うん、2年連続の世界一に向けて欠かせない存在に再契約が叶わなければ私は非常にがっかりするだろうと話したすごいね。32歳の T ヘルナンデスは1月に1年2350万ドル約35億3000万円でドジャース入り。主軸として自己最多33本塁打を放ち、154試合出場、打率点27に99打点をマークした。ポストシーズンでも16試合で打率点250、3本塁打、12打点を記録し、チームの4年ぶりのワールドシリーズ制覇に貢献した。FA 市場では、今オフの目玉だったフアン・ソト外野手のメッツ入りが決定。うん、
ソトに次ぐクラスの注目選手である T ・ヘルナンデスの金額はここに来て上昇しているとも報じられている。まあね、これなんだよね。さらに、うん、12日、同13日には地元メディアドジャースネーションのノア・カムラス記者が両者には年平均の年俸と契約金について意見が分かれたままであると情報筋が伝えている。その上、ヘルナンデスはいかなる後払いも求めていないと、後払いを望む球団と望まない T ・ヘルナンデスとの間に意見の相違があると伝えた、うん、指揮官はウィンターミーティングでは私は期待を寄せている、うん、間違いなくテオは特に本当にとてつもないシーズンを送った、うん、その活躍もあって彼は行きたい球団を選ぶ上で適切な立ち位置にいる、うん、異なる契約や機会について彼は調べているところだろう、うんうんうん、もし彼が我々の元に戻ってこなければ、うん、私は非常にがっかりするだろうとコメント、うん、勝負強いテオはドジャースに戻ってくるだろうか。はい、その上にね、テオスカ・ヘルナンデスは、ホームランダービーのチャンピオンでもあるんでございますからね、まだ彼としましては2025年の、またチャンスがあるんでございますからね、ということでございます、ぜひ来てほしいですけどね、今日の話題の中で最後の話題になりましたけれども、ドジャーズに鈴木誠也が行くのか、これまでびっくりニュースだね。行きましょう。はい、ドジャースに鈴木誠也ねえ、カブスが外野手獲得で去就に注目、米記者指摘、素晴らしい補強になる、うん、カブスがトレードで強打の外野手を獲得。米大リーグカブスの鈴木誠也外野手の去就が注目を集めている、うん、カブスは13日日本時間14日3対1のトレードでアストロズからカイル・タッカー外野手を獲得、うん、これを受け米記者はドジャースにとって鈴木が素晴らしい補強になると獲得を進言している、うん、カブスはアイザック・パレデス内野手、ヘイデン・ウェズネスキー投手、マイナーリーガーのキャム・スミス内野手を放出。アストロズから通算125本塁打のタッカーを獲得した。タッカーは今季78試合の出場に止まったものの、打率点.289、23本塁打、オプス993と強打を発揮、うん、2022年にはゴールドグラブ賞を獲得、2023年は112打点で打点王に輝くなど、総攻守揃ったゴツール選手として知られている。ただ定位置は右翼で、カブスでは今季チームトップのオプス848をマークした鈴木と被る、うん、今オフ複数の米メディアが鈴木がトレード候補に上がっていると報じていたこともあり、去就に注目する声も。米カリフォルニア州地元ラジオ局 ESPN ロサンゼルスのブレイク・ハリス記者は X で、ドジャースがテオスカー・ヘルナンデスを逃した場合、聖夜鈴木は素晴らしい補強になると反応した。ドジャースで今季33本塁打を放ったテオスカー・ヘルナンデス外野手は FA となり、再契約を結ぶかどうかは不透明だ。同記者は、カブスの外野はタッカー、ハップ、PCA、ピート・クロー、アームストロングでいっぱいのようだ、うん、鈴木は今季60回やった DH をもうやりたくないという報道もある、うん、とカブスでの立ち位置に触れ、移籍の可能性を匂わせた。はい、ということでございます。いや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 、本当にね、僕としましてはカブスがね、東京ドームで鈴木誠也さんが行って、まあその前になんかね、あれがありそうだね、ということでございます。ということでございまして、皆さん、ということで時間がなってまいりましたので、皆様と伝えられる時間がやってまいりました。ということで、今日もまた皆さんと一緒に大谷さんの17号の電車が出ますので、それで皆さんとお別れの時間にしたいと思っております。電車はどこ行ったやら、電車はチンチン電車だよ。あれ？ちょっと待ってくださいね。忘れね。この下の方にあったような木が、ここですね。はいはいはい。もっと、あ、あったあった。はいはい。コメントのすぐ上に、電車がありました。はい、それではもう早速参りましょう。ですね、
この辺にあるんですけどね。犬が飛んできました。ハロー、ハロー、はい、たたたた。はい、行きましょう。はい、行きましょう。はい、それではミス、ショヘイ・オオタニ、2024年 MVP 取りまして、今現在は LA ドジャーズの17号に乗っておりまして、2020年経て、佐々木朗希を連れて、ドジャーズに行くということになっております。よろしくお願いします。それでは、皆さん、See you later! Alligator! See you later! Alligator! それでは皆さん、また明日お目にかかります。どうもありがとうございました。